7月の東京都知事選で票と話題を集めた元広島県秋田方市長の石丸真嗣氏41が5日、X ・旧ツイッターで自民党議員に宣戦布告と取れる投稿をした。相手は自民党の岡田雄二、神戸市議、これまで X 上で石丸氏への批判的な投稿を繰り返していた。岡田市議は5日に自身の X で、 ここ数日の株価暴落について、安倍元総理と黒田前総裁が血のにじむ思いで立て直した日本経済を、一瞬で怪人に帰した男、上田、世間知らずで愚かな学者が権力を持つとこうなる。今すぐ退場を、などと試験を投稿した。これに石丸氏が、批判をするなら反論を受ける義務がある、とする立場ですとコメント。 自身が出演してきたインターネットメディアリハック級の次の企画ができましたよ。金融政策について自民党や他党と議論しましょうと、主戦場 YouTube での対談を提案した。さらに、先に忠告しておくと、ここからの追消しは政治家の資格がないと自ら宣言するに等しい行為ですと挑発。今のところ岡田市議側は反応を示していない。 石丸氏には三菱 UFJ 銀行でアナリストを務めた経験がある。